長の野望新生徳川プレイ続きをやっていきたいと思います。前回伊達を蝦夷の一条に押し込めました。あとは軍団に任せ北条との最終戦をやっていきます。わかり申しました。妙案がございます。お聞きくだされ。伊達は最後の最後まで従属を拒否するみたいです。まずは北条を関東に押し返していきます。出陣よ。貴殿にお仕えします。していかに動くか。我らが動く時ぞ。お指図を頂戴したく。これより集金に励みます。戦ぞ。陣を整えよ。していかに動くか。戦だ。暴れてやるぜ。していかに動くか。手柄をあげたぜ。何をすべきぞ。我らが動く時ぞ。手柄よ見事。手柄よ見事。していかに動くか。わしではかなわぬか。ご命令待っておりました。兵を奮い立て。戦ぞ。何をすべきぞ。現地はまだか。兵らよ、こう進めるぞ。していかに動くか。何事もご命令のままに。何をすべきぞ。退けたり。戦に散るが武士よ。何をすべきぞ。運を進めよ。行くぞ。何をすべきぞ。よし、押し切れたか。
しが見る蜂の目はこちらにあり。ご指示、ご指示。兵らよ、こう進めるぞ。要所にこそ利あり。お越しを願います。狙うは要所、進め。馬を出せ、続け。槍の出番ぞ。を願いまする。ケチはまだか。おお。お越しを願いまする。何をすべきぞ。さあ、こいつを食らっても生きていられるか。ご指示、動くぞ。続け。命令をくれ、進むぞ。野郎ども遅れるな。狙うは要所、進め。地の利を得ん。ケチはまだか。我が前に立ち塞がる者らよ、ふざけ散れい。ご命令待っておりました。散財。我が前に立ち塞がる者らよ、砕け散れい。こちらに。動くぞ、続け。我が手のひらの上で踊るがよおい。我が前方にて押し通る。兵が乱れ騒いでおるか。今ですぞ。復讐が故障の地を魂に刻み込め。命令をくれ。ご命令待っておりました。うなれ、我が槍を。八号忠勝、ここに水産。少し工夫を加えます。素晴らしい。敵を打ち払います。我が策の前に果てた。我らの出る幕ぞ。好機にございます。嬉しゅうござる。ご指示、動くぞ。続け。お指図を頂戴したく。ケチはまだか。我が武略をもって完全の敵を打ち払わん。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。手前で。鉄砲だ。前に出るぞ。ヤタガラスの門を掲げたから負けられぬわ。かように苦しき戦となるとは。ご指示、少し工夫を加えますか。お指図を頂戴したく。いざ向かう。
敵将を絡め取った。なんとありがたい。風よ、空を切って我が名を運べ。威風で丸森を落としました。して、いかに動くか。物申しまする。誠心誠意、お仕えします。愚心があります。身を粉にして働きましょう。陣を整え、開戦に備えよ。戦になるか、皆構えよ。ご命令とあらば。はっ。城を奪いに行こうぞ。城を奪えば有利になろう。城に戻るのだ。いかがしましょう。皆の者、戦の支度だ。我が武を示す時が来た。聞くほかはなし。我が武をごろ縄についていただこう。このご恩は忘れぬ。相馬中村を落としました。我らが頂戴する。逃がすかよ。観念しな。この命決して粗末にはしません。ご指示。ご命令待っておりました。おお、者ども、帰るぞ。お指図を。いかがしましょう。この城は我らが落とす。いかがしましょう。皆の者、戦の支度だ。リフを落としました。準備を万端整えよ。敵の退路を狙います。痛い目に合わせてくれる。敵の軒口を叩きに行く。こちらに。お指図を。して、いかに動くか。戦です。皆、備えなさい。
戦です。みんな備えなさい。何をすべきぞ。出陣だ。皆の力で敵を退けました。我らの拠点が攻められるとは。やったぞ。戦になるか。皆構えよ。して、いかに動くか。兵力的にきついので一旦の木相馬中村は放棄します。駿河方面からも攻めます。いざ出陣。俺の力を見たか。さあ行くぞ。腕が鳴るわい。わしではかなわぬか。これまでか。下がる。引くしか手はないか。陣を構えよ。戦の始まりぞ。我が部をご老じたか。須賀川は守り抜きました。ご命令待っておりました。戦に果てるは困るよ。天かすが討ち死に。申し上げたし。ご命令を下され。先ほどの進行で分断した二条を落としに行きます。お指図を頂戴したく。みな続け。恩に来ようぞ。丸森は鬼庭に任せます。やりました。城攻めを始めるぞ。お指図を。駿河方面抜けないのでのかせます。ここに来て織田が乱入してきました。承知いたした。敵ながら見事網にかけ明星を落としました。縛り上げ。
ご命令を。こちらに。城に戻ります。やりましたぞ。我が武を示す時が来た。皆わしに続け。皆の者、戦の支度だ。戦ぞ。準備を万端整えよ。敵将絡め取った。このご恩は忘れぬ。寺井家を落としました。網にかかったか。縛り上げよ。手をつけるとしよう。戦だ、暴れてやるぜ。野郎ども、城攻めだ。城を落としたぜ。逃がすかよ。観念しな。して、いかに動くか。城を奪わねばな。野郎ども、戦の始まりだ。承知いたした。野郎ども、よくやった。このままでは織田に持っていかれるので、越後方面からも進攻します。出陣じゃ。手柄をあげたぜ。相馬中村をもう一度落としました。いかに動くか。我が軍略、甘く見るでないぞ。鉄砲だ、前に出るぞ。馬で突き崩すぞ。鉄砲を持って敵陣を崩す。嬉しゅうござる。機は見逃さぬ。我が戦法を見せてやろうぞ。行くぞ、皆の者。いざ、我が軍をこの戦場に示さん。いかがしましょう。いざ進め。手柄をあげたぜ。機は見逃さぬ。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。敵を蹴散らしてやる。敵を蹴散らしてやる。手柄よ、見事。囲め、落とすぞ。お鷹を落としました。おとなしくしやがれ。貴殿にお仕えします。礼を申し上げる。何事もご命令のままに。
して、いかに動くか。すぐさま城へ戻れ。こちらに。皆、続きなさい。お命令を。ついてまいれ。はっ。皆、続け。拠点が攻められるとは。承知いたした。ご命令とあらば。こちらに。命令をくれ。野郎ども、ついてこい。我らが城を落としたぞ。ご命令を下され。我に続け。して、いかに動くか。皆、わしに続け。出陣します。織田が神津家の二条を持っていきました。布陣を始めよ。盟友織田三郎信長が波乱に満ちた人生の幕を下ろしました。承知いたした。信忠が織田家の新たな当主になったみたいです。上申いたします。皆のおかげで打ち払えたぞ。噂に聞くより寛大な方ですね。皆のおかげで打ち払えたぞ。皆の者、戦の支度だ。して、いかに動くか。背を向けねばならぬと。わしではかなわぬか。皆の者、戦の支度だ。引くしか手はないか。敵軍退けたぞ。不覚を取った。戦に散るが武士よ。須賀川お鷹の防衛に成功しました。
わかり申しました。何をすべきぞ。感謝いたす。感謝いたす。ありがたく存ぜ。前回前田玄意の死で解散した軍団を勝頼を長にして再編しました。感謝いたす。ありがたく存ぜ。ありがたく存ぜ。恩に来ます。かたじけない。申し上げます。いざ出陣。関東に乱入していきたいと思います。何をすべきぞ。返しよう。お聞きください。お聞き入れくだされ。
何をすべきぞ。ケチはまだか。うん、えらよ、いざ行かん。皆の者、進むぞ。あの要所へ進め。歩みを進めよ。敵に痛手を当てます。いかがしましょう。ご命令待っておりました。歩みを進めよ。お討ちを願います。何事もご命令のままに。皆の者進むぞ。闇にて敵陣を破ろうぞ。いかに動くか。要所を手に入れる時ぞ。馬を出せ。続け。出直してまいれ。わしの出る幕じゃ。それは頂上。鉄砲を持って敵陣を崩す。命令を下され。皆の者、進むぞ。ご命令を下され。やったぜ。何事もご命令のままに。皆の者、進むぞ。いざ、この戦場に示さん。命令を下され。少し工夫を加えます。最高だぜ。我が戦法をもってこの戦を制してみせようぞ。痛い目に合わせてくれるわ。して、
いかに動くか。我らが動く時ぞ。ありえぬ。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。何事もご命令のままに。痛い目に合わせてくれるわ。ご命令とあらば、要の血は奪わせるぞ。心はよし、今ですぞ。我が先方の切れ味、その身で確かめよ。うなれ、我が槍を。那平八郎忠勝、ここに水産。ご命令とあらば。好機にございます。我が先方の切れ味、その身で確かめよ。やたからすの剣を掲げたからには負けられぬわ。要所を固めますぞ。この六万戦、メイドの道行きとして敵にくれてやろうぞ。敵兵水泳隊、なれ我が槍を。那平八郎忠勝、ここに水産。ご命令待っておりました。奪われぬよう急げ。さあ行くぞ。いかがしましょう。好機にございます。敵も味方もなし。皆我が手のひらの上で踊るがいい。ご指示。復讐が故障の地を魂に刻み込め。命令を下され。いかに動くか。何事もご命令のまま。ご命令待っておりました。ご命令とあらば。ご命令を下され。心はよし、今です。少し工夫を加えます。こちらにお越しを願います。我が前に立ち塞がる者らよ、砕け散れ。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。若造どもに戦というものを教えてやるわい。まだ足りない。なれ我が槍を。那平八郎忠勝、ここに水産。ご命令待っておりました。動くぞ、続け。いざ我が部をこの戦場に示さん。していかに動くか。三河武士とは格のごとし、とくと見よ。命令を下され。ご命令待っておりました。歩みを進めよ。ご指示。していかに動くか。やたからすの門を掲げたから負けられぬわ。
だ。火山をこの戦場に示さん。命令をくれ。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。苦しき戦よ。少し工夫を加えますかね。行くぞ。足を動かせ。攻め潰してくれよ。我らの出る幕ぞ。これはよし。今ですぞ。この六文字メイドの道行きとして敵にくれてやろうぞ。何をすべきぞ。おお、進むぞ。野郎ども遅れるな。復讐が故障の地魂に刻み込め。何事もご命令のままに。うん、ご命令待っておりました。我が策あらば負けぬ。皆も力を振るうのだ。何が起こっておる。心がよし。今ですぞ。何事もご命令のまま。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。痛い目に合わせてくれる。ゲチはまだか。ご命令をくだされ。我が戦法をもってこの戦を制してみせよう。この勝利、皆が力を合わせ戦ったゆえよ。風で3つの城を手に入れました。物申します。思いついたぜ。調子にいたします。お聞きいただきたい。して、いかに動くか。城を落としに参ろうぞ。感謝いたす。ありがたき幸せにございます。お前の喜びにござる。忠節を尽くしますぞ。お使いいたします。お使いいたします。何をすべきぞ。我らが動く時ぞ。お使いいたそう。何をすべきぞ。戦になるか。
いな、構えよ。皆のおかげで打ち払えたぞ。ご指示して、いかに動くか。敵の退路、閉ざさせてもらおう。やりました。鉄砲だ！前に出るぞ！いかに動くか。城攻めへ参ろうぞ。陣を整え、開戦に備えよ。必ずや全うします。喜ばしいですな。陣を整え、開戦に備え。潰させてもらったわ。唐沢山を落としました。して、いかに動くか。出陣じゃ。織田の進軍を止めたい。始まりだ。野郎ども、戦の始まりだ。野郎ども、戦の始まりだ。押しを落としました。逃がすかよ。観念しな。
何をすべきぞ。あそこは俺らのもんだ。何をすべきぞ。兵糧がやばいけど行きます。そこは俺らのもんだ。して、いかに動くか。城を奪わねばな。戦だ。暴れてやるぜ。しましょう。ご指示。終わりにしてやる。これが俺の戦法よ。適応はしております。嬉しゅうござる。この好機待ちわびたぞ。ご命令を下され。ご指示。敵の軒口を叩きに行く。やりて敵を打ち果たす。前方だ。前に出るぞ。この六文銭、メイドの道行きとして敵にくれてやろうぞ。やりて敵を崩す。我が戦法をもってこの戦を制してみせよう。敵の軒口を奪うぞ。やりました。思いついたぜ。残り短き命を賭して働きまする。直ちに城へ戻る。さっさと落としてやるぜ。戦になるか。皆構えよ。
戦、我が先方にて押し通る。どうかご命令を。ご指示。動くぞ。続け。少し工夫を加えますかな。うん。いざ行かん。槍にて敵陣を破ろうぞ。いかがしましょう。ご命令とあらば。少し工夫を加えますか。鉄砲隊を前に出すのだ。鉄砲を持って敵陣を崩す。喜ばしいですな。やりて敵を打ち果たす。命令を下され。ご命令とあらば。ご指示。敵を退けましょう。お指図に。今へ我が戦法を見せてやろうと。少し工夫を加えますか。万歳。ご命令とあらば。敵を撃退するぞ。こいつは我が先方にて押し通る。ご指示。うん。が試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。うん。我が策にて仕上げと参りましょう。こちらに、こちらに、こちらに。さて、我が策にて仕上げと参りましょう。これはよし。今ですぞ。ご指示。敵も味方もいたし、皆我が手のひらの上で踊るがよい。うむ。ご命令とあらば。ご命令とあらば。お越しを願います。なれ我が槍を。我らちを戦かず、ここに水産して、いかに動くか。好機にございます。三河武士とは格のごとし。とくと見よ。守らねばなりませぬ。こちらに。動くぞ。続け。我が前に立ち塞がる者らよ、砕け散れい。これはよし。今ですぞ。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。おのども始めよ。これは何としたことか。こちらに、こちらに。いかがしましょう。うん。我が方優勢です。やりて敵を打ち果たす。我が策の前に敵はついえ。敵の軒口を叩きに行く。要所を手に入れます。うむ。ご命令とあらば。うむ。敵の退路を叩くぞ。かかりました。我が先方にて崩れるがいい。
浮かれるでない。次も勝とうぞ。なんだそりゃ。思いのほか早く落ちたな。鉢形を落としました。網にかかったか。縛り上げよ。して、いかに動くか。これで織田と北条が隣接しないので、もう織田の進軍は止まると思います。小宇津一国を織田に渡してしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます。大変喜びぞ。大変喜びにかかる。
お聞きください。北条との決着の前に伊達を滅ぼしておきます。手をつけるとしよう。お任せください。任されました。喜ばしいですな。昇進いたします。お仕えいたします。みんな、城攻めを始めなさい。承知いたした。手をつけるとしよう。嬉しいです。考えがあります。昇進いたします。最高だぜ。不審いたす。よかろうぞ。承知いたしました。承知つかまつった。承知いたした。伊達討伐隊が崩れたので第二次討伐隊を送ります。ついてまいれ。3人が元服しました。お使えいたそう。思いつきましたぞ。
ここで死ぬが定めか。康政が亡くなりました。この命ここで尽きるか。老害の喜びぞ。約30年前に信康の切腹を避けるため離縁した瀬名姫と側室であるが、もう一度夫婦となります。頂上です。嬉しゅうござる。城攻めを始めよう。北条に大規模攻勢をかけます。いざ出陣よ。考えがあります。戦が始まる、備えよ。この城攻め取ってみせる。いかに動くか。ご指示。戦ぞ。地獄の鬼と戦をしようぞ。やりましたぞ。背後の懸念立てを滅ぼしました。縄についていただこう。貴殿を主と仰ぎましょう。お前には使えぬ。今回は伊達に引導を渡し、北条の本拠関東に乱入を果たしました。今回はここで終わりたいと思います。次回は北条との決着をつけ盟約を完遂したいと思います。ご視聴ありがとうございました。